チームジャパンの先輩の存在。先輩っていうと誰が、まあ、誰に思いつきますか。まあ、ゆずく、羽生結弦選手だったり、まあ、高橋大輔選手、本田武史選手さんとか、まあ、たくさんいるんですけど、その、まあ、フィギュアスケートを僕が始めた時って、そのすごいなんかフィギュアがここまで、まあ、みんなさんが知るような競技ではなかったんですけど、本当に自分の先輩たちの存在、まあ、先輩たちのおかげでフィギュアっていうものがすごく盛んになって、